吉田へのパスは通りませんでした。だいぶ YCC 横浜の選手にとって、おっとミドルシュート、ー決まった、先制 AC 長野パルセイロ。この日発三沢球技場をよく知る男、津田智博。前半も早い時間帯に一発ロングシュートをお見舞いしました。リプレイです。ここで勝俣が潰れポストプレー、あーそしてボールがぶれています。インステップ足の甲をしっかりと捉えた証拠、素晴らしいゴールが生まれました。スーパーゴール津田智博。